ハンマケの本家のハンマヨウ先生です。私の家ではですね、おじとおじいさん2人とも東大卒ですね。おじも東大卒ですね。で、じいさん2人とも閣僚をやってまして、おじは小松製作所の取締役ですね。ブルドーザーの会社の取締役をやってました。総務部長をやってましたね。で、私はね、ここまでに和光大学文学部の勉強を終えて、ここまでにね、文学部を卒業しちゃってます。それから神奈川工科大学の電気科を卒業しました。それで大学の先生もしまして、2つの大学を、皆様方と同じ年齢で2つ卒業しちゃってます。高校の時までのは国家試験の学士は文学部はもらってませんけども、技能があるんで言わないと捕まってしまうんでね、実際に卒業してるんで、内容をね、ここまでにね、勉強を終えちゃってるんで、完璧に終えちゃってるんでね、いろいろ仕事の関係でね、必修となってます。それでね、私はね、ソーテックって会社、資本金138億円の会社とか、ビジコングループとかですね、の最高創設者とかですね、大会社をいくつも作っております、若い時にね。で、あと、大きい会社にも IBM の研究所にも勤務したことありますし、私の部下に IBM の副社長がついてたりしております。で、私は IBM の取締役というように言うこともございますね。自分で作った会社がありますから、そこのね、最高創設者ということで、それでですね、言いたかったのは、私が大きい会社で、国家試験ありますね。一番難しい国家試験とか言って、それを受けるとか、勉強するとか仕事でね、すると僕の場合漫画本になっちゃうんですよね。だから見てないで、ちょっと頭聞いてるともう楽しそうにやってて遊んでるって仕事にされちゃうんね。だからやんないといけなかったことがあったんで、やんなければ国家試験の勉強しとかないと、若い時はね、いけなかったんで、やりましたけども、普通のね、マガジンとか漫画本読むのと同じになっちゃうんですね。国家試験って簡単だから、簡単っていうか面白いっていうことでね、漫画本みたいになっちゃってますから。東大はもう家では3人卒業してます。それ以上僕は卒業してますから。で、人それぞれで、じゃあこれ難しいから国家試験だから仕事として勉強でいいということで、普通の人はやらせてもらえるんだけど、私の場合漫画本になっちゃうんで、やらせてくれないんですよね。で、もっと難しい内容になってしまいまして、ただ、国家試験取ってないと仕事ができないことがありますでしょ。そういう時に困ったことがありましたね。帰ってからやらないといけないということでね。時間がないからね。他の人とはうまくいかなかった。他の人と違うことでね。食い違って、進められなかった仕事ですね。っていうのがありましたね。で、あと僕の場合はね、人間たちと違ってね、テレパシー使って仲間同士相談して学校の勉強を学ぶということはしなかったんですね。だから自分で全て覚えると。で、それはみんなたくさん覚えないと、大学卒業までたくさん覚えないといけないんで、仲間同士でテレパシーでカンニングし合って答え出したりするわけですね。そういうことしないで自分一人だけで覚えるということができたもんですから。数理科は時間はかかりましたけども、全部自分で覚えました。だから、
大学卒業したら一人行動ができるようになって全く、人間たちの頭借りなくても動けると自分で覚えてるんでね。で皆様方の場合はちょっと無理なんで、あの普通の人たちは無理なんで、誰も無理なんで、大学で勉強した通りにね、やっぱり仲間とは頭を相談してね動くと、ね、難しいことなんかはね。でそういうふうにやってもらってるわけですね、社会ではね。で、私は本物貴族なんで、ちょっと昔は本物の王だったんですね。だから定蟻とかミツバチとか体が違いますでしょ。で人間の脳をね、全員分ぐらい持ってるんですよ、一人で。だから自分で覚えられるんだけど、人間が私と同じように全部覚えちゃうと、あらゆる博士の勉強とかね、バカになるんで、で一つしか大体覚えられないんですよね、人間の場合はね。私の場合は全部覚えちゃいます、全ての学科ね。事実上医学博士ではもう地球では一番ですね。で前にはまあ本物貴族というのは昔 SF 映画出てくるように生き返る装置、石棺というね医療装置を発明してまして、宇宙戦争で私殺されまして、石棺も破壊されて地球と太陽を育てて今の人間が生まれてきた中に私が診断で復活したというわけですね。だからそういう奇達なんで人間たちと全然違うんですね。で昔王というのはその前に嫌だということで、コンピューター、人間より頭のいいコンピューターみたいなものを作って石棺という生き返る得られる医療装置で持ってて生きるようになったんですね。独立しちゃってるんですね。で、人間の天皇とかイギリスエリザベス女王はそういうわけで人間の中で本物王がいないんで